はい、今回は35日間日本一周9900キロの旅です。でこの動画は九州までの道のりです。じゃあ、はい、どちら気になりますか？秋田。秋田です。はい、こちらダッシュボードの上を借りまして、はい、こちらの三段の車線でお願いできます。はい、洗面があるという感じで、まあ、3畳の大きさですね。サウナに入って、そして乾杯する。牛乳豆腐です。きれいに作った。おやすみなさい。食べて今お風呂でございます。テラスなどお風呂です。まあお風呂があるからこの道の駅にしました。はい、これ最終入館21時までです。夜間は600円。山形、新潟、富山。
山石川でございます。電車抜いちゃって抜いちゃう。あ、大井町、はい、あと1キロ。あ、元気ってあるじゃん。左車線は通行。これだ、すごい。あれどっち？マスマス。あ、こんなつながってる。すごいじゃん。で、よく便利じゃん。メルマルシルキックみたいな。350メートル先。目的地は右側道の駅。なんだっけ、大井着きました。すごいオーシャンビューだって、綺麗です。なるほど、ここも止めれるんだね、公園が。なんか24時間グルメドライブインだって。どういうこと？ここで買って、あ、中で料金箱。この中で、違う違う、これはさ、中で買えるんじゃない？見て、これはさ、この中にあるんです。これ、これここで料金箱をロックで開けて、これが1500円。これはすごいね。釜飯だって、釜飯屋さん。釜飯とか。でここでチンするんだ。イートインなの。無料サービス3つ目から150円、はい、でここで食べられる。ハーバーマルシェ行ってみよう。1人800円、じゃあ400円で、あ、じゃあ2枚で800円。一応天然温泉だそうです。800の所から積み上げてる。建物が多いです。避難生弱みで買った優しい。
マッチと。ブリオマッチ。これ今鳥取ですけど、無料の高速乗ってます。はい、伊勢ヶ新事故です。東西17キロ。日本で7番目に大きな湖です。すごい綺麗です。うん、日没だね。今日はカニ、そしてまあ餃子スープ定番です。そしてビール、これ鳥取のそこで買いました。はい、コーヒーの時間です。今日はどこだっけ、山口県の玉川。すごい音楽が鳴る、うん、6時、うん、今日は5日目かな、山口県に来ました。今日ね、関門海峡を渡って福岡に向かう。その前に元の隅神社と角島に、行きます。今回今10月中旬に、こっち来てるんですけど、北海道の感覚から言ったら暑いですね。まあ真夏のような感じ。まあ秋冬物を持ってきてんだけど、まあ、T シャツ3、4枚、夏物のズボン持ってきた方が良かったな。合ってんのかな。元の隅神社、これが全容のようです。あ、すごい、あ、これが竜宮の潮吹きなんだ。うん、今日は波がね、穏やかだから見れない。元の隅神社、あ、すごい、失敗です、うまく入るでしょうか。どうぞ。お賽銭うまく入れなかったのでこっちにお賽銭入れます。失敗した人は、これ難関突破チャレンジします。どうぞ頑張って通れる。いける。いけそう。お、難関突破した。お、難関突破しました。願いが叶うかも。あ、そうだ、はい、北東も、あ、北中下関市に入った。もう下関市に入りました。
と、あっさり系で選んでください。山口さんの牛乳。はい、